こんにちは、前原さん。今日はどうも。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの、今日はですね、えー、まあ、国交大臣になられた後、あの、まあ、ヤンバダムの話や空港戦略など、いろんなことをやられたんですけども、私は、あの、ちょうどあの頃、あの、橋本改革の アドバイザーで、あの大阪府の、あの府市の特別顧問やってたんですけども。まあ、そこから見てた関西空港問題というのを、まずお聞きしたいんですね。はい、まあ、私自身も、あの、あの昔国交省にいたということもあり。えー、空港戦略っていうのは、あの、このままでいいのかとずっと思っていたところに、あの前原、大臣が登場されて。で、橋本さんと非常に、あの、呼吸が合う形でですね。まあ、お荷物と言われてた関西空港の再生が。 実際できたわけです,ですけれども、まあ、その,辺のあたりの初期のプロセスですね、これについてぜひお聞きしたいと思います上山先生とこうやってお話ができて、大変光栄に思ってますし、先生とは共通の趣味の鉄道というのがありますので、またそれはあの、こういうもの以外でまた飲みながらでもお話ができればと思っております。はい、まず先生関関西西空空港港の話にに入る前大阪 にございます。けれども、大阪都構想の投票が行われて、はい、残念ながら2回目の僅差で、はいえー、成立せずということでありました。まあ,あの政策的な支柱を担われた先生、まあ、さぞかし残念におっておられると思うんですが、まずそのご感想から、はい、あの私が。 聞くので申し訳ありませんが、はいね、聞かせていただければありがたいです。はい、まああのちょうどおと問いになりますので、じゃあその話題からいきますと、まああのー、事前にま予想があった通り、まあ、勝っても僅差じゃないかということで、まあ結果的にはあの負けてしまったわけですけども。 まあ、あの2010年からです、ねまあ、大,阪大阪維新の会を作ったときから、まあ、看板政策ということで掲げて、まあ、ずっとそれをあの、まあ、求心力というか、目標としてやってきているわけで、まあ、そういう意味ではあの、まあ、あの初期の、まあ、私はあの政治家ではないんだけれども、まあ、あの当初から関わってきた人間として、まあ、あの関係者の皆さんにまずあのお詫びをしなければいけないというふうに思います。 でその上で、まああの、勝敗はさておき、すごく思うのはです、ね、真っ二つに割れてしまったと、選挙2回ともです、ね、割れたわけですね。で割れたということは、僅、まあ、差で、えー、勝ったとしてもです、ね、その後なかなか大変なプロセスが目の前にあったと。 であのまあ、住民投票ですから、いろんな人たちのまあ関心をすでにまあ呼び起こしているわけだから、仮に勝ったとしてもです、ね、まあ、相当いろんな説得のプロセスや納得獲得のプロセスが必要になるんで、まあ、そういう意味ではです、ね、あのまあ、2つあるんですが、まあ、あの構想自体が、えー、あの時期にです、ね、住民 まあ住民投票に耐えるものだったかどうかっていうのは、ですねやっぱりまあ自分自身でも、維新の人たちと一緒に検証しないといけない、それからまあもう一つ、そういう意味で思うのは、ですねもしかすると、大阪市のまあ今の24区をまあ合併させて、ですね10区ぐらいにして、もうちょっと身近なあの基礎自治体の改革をやって、その恩恵を感じてもらってからですね、 まあそれから大阪市廃止というふうな形に持っていった方があ丁寧だったかもしれない、まあ、結果的にはやっぱりあの、まあ、5年間、まあ、時間があったわけですから、うん、前回負けた後です、ね、あと、軌道修正がもしかしたらあの必要だったのかもしれないと、うん、いうことですね、まあ、その間、あの万博だの、IR だの、いろいろあのプラスの要因もあったんで、その勢いで。 えー、2回目の挑戦ということになってしまったけれども、まあ、もしかするともうちょっと立ち止まって、ですねあの、まあ、草な根の民意といいますかね、それを聞いていくっていう手段があったのかもしれないと、この辺はあはちょっと一度深く反省しないといけないところですね。もう1個はあの、そもそもああいう難しいことを住民投票で問うべきなのかっていうね、まあ、根本的なあの、まあ、法律で決まっているので、そうなってしまったわけですけれども。 まあ結果、勝っても負けても、やっぱり本当の意味でよく理解して投票されてない方っていうのが、両方にいたと思うんですよね。ですから、そういう意味では、民主主義の難しさっていいますか、どっかで何かして決めなくちゃいけないわけですけども、あ,あ,のあの法律を作るときにもっといろんなあの検討が必要だったかもしれないなと、そういう気もします。で、一部最近言われてるように、子育て世代には票を2倍上げるとかですね。 まあそんな大胆なことは2012年の法改正で急にできなかったかもしれないけどもまあその種の議論も本当はあのあの時に一旦やっておいてもよかったかもしれないというふうな気もしますね、うん、ありがとうございます、はい、まあ私はあの賛成の立場だったんですで、まあ、制度には絶対これが正しいという制度はおそらくないと思うんです、うん、まあしかしながら ま、二重行政っていうのは、ええ、どこでもあるのは事実ですし、それをまず、ま、やってみるということで、二百七十万を四つに分けて、六十から七十五。よりきめ細かくその特別区で、地域に合った行政サービスができるようになるということは間違いないと思います。二百七十よりはそれは、ええ、ま、公選された区長が、ええ、その行政を、 つかさるわけですから、より細かくできるっていうことは事実でしょうし、そしてまた、同時に、まあ、その二重行政、例えば、我々、京都ですけども、京都市と京都府で見て、まあ、今、市長、知事はうまくやられてますよ。えー、そして、大阪がそういう問題意識を10年前に出されましたので、 例えば私なんかが逆に取り組ませていただいたのは、えー、獣医師会って京都府獣医師会と京都市獣医師会ってあるんですけども、うん、まあそういう、ものを、まあ一つにまとめて、えー、京都府下に一つの24時間の動物愛護センター、つまりは動物病院というものを、府と市で分けてやらずに、一つに作りましょうとかいうことは、これはやらせていただきましたけれども、ただ、 今の行政として残っている問題点で言えば、京都市内に不立高校と、あと一律高校があるんですね。で、まあ、あの、教育委員会ってったら、まあ、基本的には、あの、都道府県に権限があるわけで、うん、え例えばあ、小学校、中学校までは、基礎自体で行って、やっぱり高,高校学校高、高等学校というものについては、都道府県で見ると。 いう考え方からすると、えー、一律の高校があるということについては、見直してもいい、まあ、議論だったと私は思うんですね。うん、従って、何か変えてみると。チャレンジしてみると。その中で様々なことをやってみて、そして、現代的な住民の要請を聞きながら、その変化の中で、えー、対応してみると。私よく言われたのは、 変えてみたいんですという意見を伺ったんですね。うん、細かいことは分からないんですよ。<laughs> で、まあ、例えば、無茶苦茶な議論として、二、え、重、ー、行政じゃなくて五重行政になるって。五重行政になるって言ってた人いるけど、何、何かなと思ったら、四つの特別区ができるから五重行政になるって。うん、そんな、重なってる部分は、あの、区と府なのに、えー、なんかそういった、えー、キャッチフレーズで反対をしたりとか、あと、まあ、お話を伺ってると、 おう、経路乗車パスがなくなるとか、あ,あるいは、さまざまな水道代が上がるとか、さまざまなデマが、ま、え、さ、ー、しく流れていたと。こういうことであります。その意味では、変えることの大事さ、またその閉塞感を打破するということを、プロセスを経ながらやっていく。で 投票が終わりじゃなくてスタートだったはずなんですね。で,すで、スタートで何か変えていくものそしてあんたたちが言ったことと違うじゃないかということを、まあ賛成を投票した人も反対を投票した人も厳しく通っていけばいいし、より、まあいい行政の仕組みができるチャンスだったのにな、というふうには私は思います。まあ他方で、えー、よく2回も僅差だったな、と。うん、なぜならば、大阪市の権限を基本的には不 に、例えば水道とか消防とか、異常する話だったじゃないですか。それを大阪市民に問いかけて、逆によく僅差でまで行ってるなという感じがいたしましたね。府民、うん、に問うたらどうだったんだろうかというようなことを、まあそれは設定をされたのはまさに風刺でいらっしゃるので、私は口を挟むことはできませんけれども、まあ投票の仕方というものが変わっていれば、また結果も変わっていたし、うん ただ、あの、私も、あの、お、ババ館長とはお話をして、えー、全国的なやはり国と地方のあり方の問題。二重行政だけではなくて、国と地方の、えー、いわゆる権限財源のあり方の問題。こういった問題っていうのは、これからですね、ということで、ぜひ、我々は、まあ、蝶党派の勉強会を含めて、全国的な課題として、これから、えまざまな、 国と地方の問題、そして自治体の在り方については、まあ、勉強し、提言し、実行していきたいと思いますので、また先生にもいろんなアドバイスをいただければと思いまます。す。よよろろししししくくおお願願いいいた大阪もよろしくお願いします。